本日は月末のお忙しい時に私たち平松北九州のシーズン報告会にご参加いただき誠にありがとうございます。心より感謝申し上げます。2022シーズン、私たちはシーズン当初 J2 昇格を掲げて戦っていましたけども、現実は13位と厳しい結果になってしまいました。私たちに期待をして日頃と変わらぬ応援をこの1年間していただいた方々、本当にすまない気持ちでいっぱいでいます。本当に申し訳ありませんでした。ただトップチームの天野監督の選手たちは最後まで全力でピッチで戦ってもらいました。本当に北九州この地域で言われているような、最後まで諦めずに勝利に向かって邁進をしてくれたというふうに思っています。本当に感謝でいただきますし、これが私たちの誇りでもあります。皆さんの来年に向けた期待につながるようなもう一度チャレンジをしていきたいと思っています。2019-20、私たちが追求をしてきましたアグレッシブな攻撃的なサッカー、もう一度ですね、原点に戻って再チャレンジをしていきたいというふうに考えております。私たちのプランもですね、 J リーグの今後のですね、J1、J2、J3 各ディビジョンの在り方であるとかクラブの在り方、これを大きく変更をしようとしておりますし、いろんなさまざまな変化の嵐の中に立たされています。私たちはもう一度それでも戦っていかないといけないと思っています。北九州の誇りのためにやっていかないといけないと思います。これからですね、クラブの体制も変えながら質的転換をですね、して解体的な出直しをして、新たな戦いの中にもう一度身を投じて戦ってミラマンズを立て直していきたいというふうに思っております。絶対に軸はぶれません。一旦2019年に決めた改革の元年に決めたこのクラブの基軸は、どんなことがあっても変えてはならないというのがこのミラマンズのこれからの覚悟になります。これからも第2項も平松また変わりながら徹底的に戦っていきますので、これからも変わらぬ応援をよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。たくさんの方にお越しいただきありがとうございます。ファンサポーターの皆様、チームが良い時も苦しい時も、いつも支えていただき、我々1年間最後まで戦い抜くことができました。本当にありがとうございます。大きな野心を持って、臨んだシーズンでありました。J2 昇格という目標、そして、攻撃スタイルの追求という内容の追求、結果と内容を両立しながらチームを作っていこうと考えましたが、結果が伴わず、ファンサポーターの皆様に喜びを届ける機会が少なくなってしまいました。これは監督としての力不足だと思ってます。大変申し訳なく思ってます。そんな中ではありましたが、苦しい状況の中でも選手たちはぶれることなくトレーニングを続け成長してくれたと思ってます。
この成長というのは来シーズン以降につながるものだというふうに確信していますので、引き続き応援していただけるとありがたいです。私は平松北九州を、退任することになりました。4年間という、期間だったんですが、ヘッドコーチとして3年間、監督として1年間、本当に素晴らしいクラブで、仕事をさせていただいたことを誇りに思ってます。三国ワールドスタジアムで、指揮を取らせてもらったこと、本当に一生の宝物であり誇りになると自分で思ってます。ギラバンツ北九州は大きな可能性を持ったクラブだと思ってます。そしてここにいる選手たちも非常に大きな可能性を持った選手たちです。来シーズン以降もぜひチーム、選手たちをサポートしていただけるとありがたいです。これからもイラバンツ北九州が素晴らしいクラブになることを願っています。1年間どうもありがとうございました。まず今年1年間ありがとうございました。また来年も応援していただけるチームです。今日は集まってありがとうございます。今シーズン応援ありがとうございました。自分自身悔しいシーズンになったので、また来年心に入って頑張っていきたいと思います。来年も応援よろしくお願いします。どんな時も共に戦ってくださり本当に感謝しています。本当にありがとうございました。今日は、多くのサポーターの皆さん、お客さんが集まってくれて嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。どんな時も熱い応援ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。苦しいシーズンだったんですけど、それでも連れてきてくれたサポーターの方々のおかげで、今シーズンは苦しいシーズンだったんですけど、最後まで応援してくれたサポーターの方々のおかげで頑張ることができました。応援個人陣からありがとうございました。本日はお集まりいただきありがとうございます。そして今シーズン応援ありがとうございました。チームとしてなかなか納得のいくシーズンではありませんでしたが、この経験を必ず来シーズンに生かして、もっともっと飛躍できるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。1年間応援ありがとうございました。北九州で2年間プレーできて本当楽しかったです。2年間ありがとうございました。2年間、ありがとうございました。自分は今年でギラバンツを出ることになりますが、本当に北九州のサポーターたちには、感動しました。2年間お世話になりました。ありがとうございます。今年1年間ありがとうございました。個人としてもチームとしても、納得いく結果では終わりませんでしたが、本当にどんな時にも熱い応援をしてくれたサポーター、本当に自分たちの力になりましたし、最後の、1分1秒まで、走ることができました。本当に今年1年ありがとうございました。今年1年間応援ありがとうございました。サポーターの皆様には、苦しい思いをさせてしまって本当申し訳なく思っています。この悔しさを来年個人としてもチームとしても飛躍できるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今年1年間ありがとうございました。苦しい時もどんな時でも変わらず応援していただいてありがとうございます。来シーズンこそは、皆さんにもっと喜んでもらえるように、頑張っていきたいと思ってます。1年間ありがとうございました。1年間ありがとうございました。怪我は治ったので来シーズン頑張りたいと思います。ありがとうございました。はい、今シーズン応援ありがとうございました。サポーターの皆さんの応援が本当に心強くて毎試合力になってました。ありがとうございました。1年間たくさん応援ありがとうございました。苦しい時も皆さんのおかげで、サッカーを全力で楽しむことができました。自分は来年もこのチームでプレーさせていただくので、
来年も続き応援よろしくお願いします。本日はお集まりいただきありがとうございます。今年はサポーターの皆さんを喜ばせることができなかったのでとても申し訳なく思っています。今年も1年応援ありがとうございました。今年1年間苦しいシーズンでしたが本当にたくさんの応援ありがとうございました。個人としてもラスト4試合のところで怪我をしてしまいチームにも、迷惑をかけてしまったのでこの悔しい思いを、必ず、自分の成長に今後につなげていきたいと思います。1年間ありがとうございました。本日はお集まりいただきありがとうございます。そして1年間応援ありがとうございました。来年はもっとたくさんの人を笑顔にできるように頑張りたいと思います。1年間応援ありがとうございました。自分はなかなか試合に絡まれず苦しいシーズンになったんですが、まあ、来シーズンはもっと結果にこだわって頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。1年間ありがとうございました。今シーズン全く納得のいく、シーズンではなかったので来年はより強い意志とパワーを持って臨みたいと思います。ありがとうございました。1年間熱い応援ありがとうございました。このシリーズをもって僕は北九州を離れることになりました。北九州という街が大好きになりました。これからも、引き続き応援よろしくお願いします。3年間本当にありがとうございました。今シーズンは応援ありがとうございました。このクラブで引退することができてとても嬉しいです。最終戦でも行ったんですが小倉の街が本当に大好きになりました。1年間ありがとうございました。今年1年間苦しいシーズンでしたが熱い応援ありがとうございました。来年も応援よろしくお願いします。今シーズン、熱い応援ありがとうございます。来シーズンは、今シーズンの悔しさを力に変えて僕自身もチームの勝利のために走って貪欲に戦いたいと思います。今シーズンありがとうございました。今年1年間応援ありがとうございました。皆さんのおかげでよりサッカーを頑張ることができました。来年も引き続き応援よろしくお願いします。今年1年応援ありがとうございました。チームとしても個人としても納得のいい結果ではなかったので来年それを次に活かせるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。今年1年熱い応援ありがとうございました。ファン・サポーターの皆さんの熱い応援がとても力になりました。来シーズンの応援よろしくお願いします。こんにちは。背番号29番ミッドフィルダーの藤原太郎です。今日は忙しい中足を運んでいただきありがとうございます。納得のいく結果にはならなかったですけど、やんちゃで情熱のあるサポーターの皆さんが大好きです。今年1年応援ありがとうございました。1年間応援ありがとうございました。皆さんの応援は、プレーズに僕たちにとってすごい励みになりましたし、力になりました。来シーズンもギラバッツ北九州への変わらぬ応援よろしくお願いします。1年間ありがとうございました。夏からの加入でしたが温かく受け入れてください。ありがとうございました。今後も応援してくださったら嬉しいです。1年間ありがとうございました。今年1年応援ありがとうございました。皆さんの応援のおかげで1年頑張ることができました。本当にありがとうございました。今シーズンの結果は、選手はもちろんですけど、サポーターの皆さんも誰一人として納得していないと思いますし、まあ、その思いを来シーズン必ず、共に晴らしましょう。皆さんを、もっと楽しませれるように、喜んでもらえるように、来シーズン頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。今シーズンありがとうございました。